UJ でございます。ユニバーサルオーディオスパークシリーズのエレクトラ88ヴィンテージキーボードスタジオって。なぜヴィンテージキーボードスタジオなのかっていうところも含めてね。これスパークシリーズなんで、ユニバーサルオーディオのハードウェアなしでもネイティブでちゃんと動くというバージョンですね。もうすごい。これダイナミックスだな。それものが。もうすごいです。これね、なんかこういろんなアンプがあったりとかさ、なんかこのペダルのエフェクトがあったりとか、こうなんかいい感じのエフェクトがあったりとか。ちょっと見てみましょうか。こう画面がね、キーボードとペダルとアンプリファイヤーとスタジオに分かれますね。これね、スタジオって分かる通り、これもひ、ね、ユニバーサルオーディオで非常にコーヒーな、このね、エフェクター軍団が、すごいよ、これ。これでいろいろ音作りができるというのが分かりますね。この他にもこうペダルのエフェクターで、ここでもね、いろいろ、ワウっぽくなりますね。いい感じですね。これもほら、なんかこの M なんとか R に似てるじゃん、色が。コーラス、これまさにビブラートコーラスだね。すごい。コンプに、フランジャーに、で、スプリングリバーブ。テープエコー。これも懐かしい、この。それが 3K と、これ全く同じものもいますね。こことここが同じですね。というような。で、アンプリファイヤー。これ普通にこのね、エレクトリックピアノのね、これ88件で、下にこうキャビネットが載ってて、それとギターアンプが、さすがユニバーサルオーディオ、こうアンプを変えるとこう下が変わるの分かるよね。この感じは、あれでしょ、あのアンプでしょ。いいね。これね、当然ですね、このローズの、ビ、あの、この、当然マイクがこう刺さってるのがわかりますね。ね。これ面白いのが、一本のモノラルで撮るか、ステレオで撮るかとか、マイクを何のマイクにするかとか、さすが、ユニバーサルオーディオ。すごいね。で、これで角度を変えるとかね。ローカットするとかね。こう、ウィズス変えて。で、ルームアンビエンスをこう、どんだけ入れるか。すごい。そしてタイプ147 これ回ってますね。これ文字列を動かすと、ほら回るも、あのサウンドになるね。ボリュームとドライブ、
あ、歪むのよ。すごいです。アンパーこの3種類から選びますね。で、スタジオクオリティのコーラスがここにいると。ストラップ順番も変えられますね、こうやってね。でね、面白いのがですね、ここの、ジェネラルのところで、例えばここノイズフロア。ハムノイズが来たの分かるかな？じーって。で、サスティンペダルのノイズとかね、踏んだ時のノイズ。あと、コンディションが今ニューだけど、こうちょっとヴィンテージで古臭くなったりとか。で、このウォムバグ。ちょっとおじいさんになった感じ。この辺のピッチがウォームでしょ？ヴィンテージ。ニュー。ヴィンテージはね、こういうコンディションをね、変えられたりとか。で、ダイナミックスとか、センシティビティ。で、リリースのこの、ちょっとふわっとさせるかとかね。そういったところができますね。うん、よくできてます。こういうね、すごいです。こうで、ヴィンテージキーボードスタジオというわけがわかるよね、これ、このクオリティは。で、この、スーツケースのこのね、感じで言うと、このフェンダー印がついてるスーツケースですよね。で、ボリュームがこうあって、で、ボリューム上げると歪みます。ちょっとクリップします。ガーッこうなるね。これね、アンプのクリップなのよ。で、真ん中がトレブルで、外側がベース。のイコライザーね。で、トレモロのスピードとインテンシティ。もう素晴らしいです。なんたってマイクを変えれるのが私は気に入りますね。これ自分の思い通りの音色にね、作り込める、まさに、このね、エレクトリックピアノのスタジオ版っていう感じがしますね。さて、ここのところではいろんな、プリセットが、ね、山ほど入ってます。もう私もお気に入りにフェイバリットに入れたんでいろいろ聞いてみましょうか。もうものすごい多彩な音作りができるの分かりますよね。このペダルグリーとかアンプが変えられるんでね。このワウの聞いた感じとか。これすごい。ここアンプ、ギターアンプ使いながら。思いっきりね、ロータリースピーカーを歪ませるみたいな。あ、これはもう王道のコーラス、ローズ。
音だ。いいね、シネマティックウォッシュ。すごい音。ギターアンプの特徴を生かしながらクリーンな感じ。バンドなんかだとこういう音のがね抜けるんだよね。最後、私の好きなジョーサンプルがね、スクラッチっていうアルバムで、こうね、エレクトリックピアノにレスリーを通して、全くこの音。最高にいい音だ。もう最高好き。このダイナミクスは本物だね。まったらしい。最高に。こういう積極的にこういう音作りができればいいね。歪みがアンプっぽいのがやっぱよくできてるね。さすがにユニバーサルオーディオ。ああ、ほんと。もういい音だ。曲だな。
いいです。いいですね。もう最高に気持ちいい。で、私が音作りをするのであればどんな感じするかなと、まずデフォルトのところから、好みとしてはね、この EQ で音作りをさらにやっぱ中高音域こうね、張りを持たせて、リバーブちょっと入れて、あ、プレート、あ、このチャンバーのルーム、感じいいね。今風にするんだったらちょっとディレイを。こんな感じで、ね、やっぱりこのフェーザーを、A の方が好きだな。こんな感じしますね。こうすると、バラードっぽく、この、こんな感じもいいですね。あ、スタジオのね、コーラスをちょっと入れるかね。ここで、ステレオ感のある、この、あ、いい、これだ。そうするとこのリズムっぽく弾いても、こんな感じでやりますね。もう素晴らしいです。ユニバーサルオーディオスパークシリーズのエレクトロ88ヴィンテージキーボードスタジオ、ぜひお試しあれ。